栃木県の旧西那須の町で当時24歳の女子大学生が殺害された事件から今日で17年です栃木県警は事件現場の近くで情報提供を呼びかけました2001年4月14日旧西那須の町の駐車場で近くのマンションに住む国際医療福祉大学4年の前田恵美さんが首や腹などを刺されて死亡しているのが見つかりました

去年から毎月14日に東北道のサービスエリアでもチラシを配るなど犯人逮捕に向けて捜査を続けています。